はい、時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師中巻美弘と戦わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。お願いします。この番組は日曜日の憂鬱な時間を明日への希望に変える番組となっています。ぜひ最後までご視聴お願いします。また、番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。それと、YouTube でも視聴できます。 FM ギノワンから入っていただいて日曜日の憂鬱を検索していただけると、ご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい、ということで、6月最後の、日曜日の夜ですか。そうですね、はい、最後のになりましたね。早いですね、今年も。早いですね。もう上半期が終わって、もう下半期に突入っていう感じで。ねえ、半分終わるんですね。ですね。まあ一応まだ梅雨は続いていますが。続いてますがね。あ、でもあれですよね。沖縄は梅雨明けじゃないですか。沖縄はもう梅雨明けてますね。もう。さすがですね。まだね、関東圏はね、梅雨入りしてはい。じゃあまずですね、ここで、はい。お便りを1件、ちょっとご紹介します。はい。世田谷区在住の、小鳥と一緒さんから、男の人は一度女装してみると世界観変わりますよ。遊びで女装して、街歩きをしたり楽しむのもおすすめですっていうことです。これ先週の感想ですねこれあれですね、先週あの何でしたっけ、男性女性入れ替わったら何がしたいかっていうので、ゲストの青木元春さんが答えてくれた回答に対してですよね。そうですね、メイクしてみたいみたいなお話ありましたね、ビフォーアフターで。はい、ね、そうです、はい、変わるんですね。女装すると変わる。そうですね、変わりますね。変わるでしょうね、はい、ね、男性特にね、普段お化粧しないし。そうですね、うん、はい、ということで小鳥と一緒さんでしたっけ。小鳥と一緒さんですね。かわいい、はい、ありがとうございました。はい、でまた、先週に引き続いてですね、本日は、もう素敵なゲストをお呼びしてますので、後ほど、ご紹介していきますのでよろしくお願いします。はい、お楽しみにお待ちください。じゃあその前にですね、一曲、ここでお聞きください。三浦大知さんのサンサンです。ではですね、本日、素敵なゲストをお呼びしています。ご紹介します。本日のゲストは、ジャズシンガーの佐々木道夫さんです。こんばんは。ようこそです。佐々木道夫と申します。はい、ちょっと簡単に、僕の方から、紹介させていただきます。佐々木道夫さんで、ジャズシンガー、札幌市出身、学生時代にジャズ圏で歌を志すも活動の機会を与えられず一度終了。以来、数十年音楽活動とは無縁でしたが、2018年大病を経験したことを機に、人生は有限であることを実感し、再度歌に取り組むことを決意。2020年から都内でライブ活動を本格化して、満を持して2022年6月、今月ですね、全曲ジャズスタンダードのファーストアルバム「カムズラブ」を発売。現在はリリース記念ライブを開催中ですということです。佐々木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では佐々木さんの方からなんか視聴者の方にあのコメントあれば一言、はい、お願い。あ、そうですね、私2年前から都内で、まあ、数ヶ月に1回ぐらいのペースで、ジャズのコンボと一緒にあのライブをやったりしているものですけれども、うん、あのそれまで
何十年と今ご紹介にあった通り、何十年もジャズとかそういう歌を歌うということはやってなかったんですね。それが、はいはい、2018年4年前に卵巣がんの宣告をいきなり受けまして、はい、でそれでステージ手術をしたら結果ステージ 1A ということで、でその後抗がん剤治療を4クールやりまして、はいはい、その抗がん剤で髪が抜けるんですよね、で坊主頭に一時期なったりして、はいはい、女性としては結構辛い経験だったんですけれども、まあ、その前にね、入院してる間に、いや、ずっと人間って生きられるもんじゃないんだなと思って、やり残したことやるべきだな。まあ、がんに限らず、例えば事故に遭うとか、事件はもう考えたくないですけど、そういうことにやっていって、いつ人生がジエンドになるかわからないと思ったら、やるべきことをやり残したことをやるべきじゃないかなと思って、それは何かなと思って、で2つあるなと思ったんですよね。一つは私クイズ番組に昔から出たいと思っていて、それかジャズシンガーになるっていうことを思い立ったんですよ。でクイズ番組の方はそういうのが得意な趣味にしているお友達がいて、はい、で彼女に相談したら、こういうのがあるよって練習してみたらって言われて、スマホのアプリでその時にそのアプリを使っている人と全国で対戦ができるっていうものがあってそれをやってみたら、もう最初から緊張で手が動かないんですよ。あ、これはもう絶対自分向いてないなと思ってじゃあジャズシンガーだと思ってなるほどなるほど。でもまあとりあえずね、ジャズシンガーっていきなり行かなくても、その時娘いるんですけど、ちょうど結婚して結婚式を予定していたので、そこで歌を歌えればいいなと思って家族に言ったら、そんな母親が自分の子供の結婚式で歌を歌うなんて聞いたことないって言われて大反対されまして、でその時ちょうど石狩札幌の方のお父さん、ハードロックのバンドをやってるお父さんが中島みゆきの糸を歌ってバズってた時期だったんですよ、はいはい、でそれもありだなと思って、私大橋純子の、愛は時を超えてという曲を歌おうと思って、で、はい、近所のカルチャーセンターのそういう歌のレッスンまで通ったんですけれども、はい、そこから始まったんですが、なんかそこはまあ半年ぐらいでやめたんですけど、徐々にセッションというものがある、ジャズってセッションというものがあると聞いていて、でたまたまうちの近くにそういう場所があったので行ってみたら、なんかそこのセッションホストというかベーシストの人に褒められて、なんか普通の人と違うと言われて、やっぱり昔やってたでしょって言われて、それがすごいモチベーションが上がって、でそれでなんか向いてるかもと思ってジャズに絞るようになっていきました。なんかあれですね、ジャズシンガーっていう部分よりも結構本当人生いろいろ経験されてんだなっていう、そうですか、深い人生が、はい、そう、はい、そう、それでまあその後まあジャズのセッションに何回か行くようになって、どうせ趣味で歌ってるんだからこのままで行こうと思ってたら、セッションホストのミュージシャンの人からライブをやらないかというふうに誘われて、はい、でまあ、半年に1回ぐらいはそういうのやった方が目標があっていいだろうと思って、そしたらその後ちょうどコロナになっていきましたね。で延期とかそういうことが続きまして、でまあ半年に1回ぐらいの最初のうちはそんな感じでやってたんですけれども、でもコロナもぐずぐず、いつまでも収束しないので、で、アルバム、いっそのこと、この時期を使って、アルバム作っちゃおうと、突拍子もないことを思いつきまして、で、いつもお世話になっているピアニストの人に、アレンジとかどうしたらいいんですかって聞いたら、僕がやってあげるよって言われまして、30秒で交渉が成立して、で、それでそこから、アルバムのメンバーとか、スタジオ選び、それから、曲目、曲順、はい、そういうのをもうほとんど私が考えて、でそのピアニストの方に相談して、
ほとんど反対はされなかったんですね。えー、でそれでトントン拍子に進んで、で、素晴らしいものができたと自負しておりますね。素晴らしい。なんかね、大病された時っていうのはすごい大変だったと思うんですけれども、はい、マットからの流れが本当にこう流れてて素敵ですよね。なんか本当自分じゃないみたいっていうか、なんか本当ホームページとかもう素晴らしいホームページが、あ、そうそうそう、あれもね、別に私あそこまでやるあれはなかったんですけれども、たまたまその時にお国の、文化庁で個人のアーティストでも申し込める文化支援金みたいなのがあって、はい、でなんかライブをある期間、一定期間にライブを2回やってれば、フライヤーを2枚提出すれば申し込めるっていうのがあったんですよ。でそれでたまたま私がそこに条件に当てはまったので、でそれでホームページ作ったり、ホームページも業者に依頼したんですけれども、ぶっちゃけココナラを使って安くあげたんですけれども、でココナラっていうそういうクラウドワークみたいなのがあるんですよね。それで、あとアーティスト写真も本当にプロの、普段はビジュアル系のアーティストの宣材写真とかを撮ってる方にお願いしたらすごくいいものができて、それを Facebook のトップ画にしたらなんかめちゃくちゃお友達申請が増えて、絶対3割増しだろうみたいに思ってるんですけれども。素晴らしいですね、すごいですね、ホームページのお写真も本当綺麗ですよね。そうなんですよ、あなたじゃないでしょとか言われる。いや、佐々木さんのなんかね、お人柄の美しさが出ると思います。でもその活動をするにあたって、こう、はい、ジャズシンガーとしてやっぱりこう声とかあるじゃないですか。そういうのは普段からこうやっぱりコンディションとかはもう気をつけるように、なんか変わられたこととか。逆にマスクをする習慣っていうのはいい方に働いたなと思いますね、逆にね、コロナ禍の中でね、やっぱりこうウイルスもらってくる可能性ってありますからね、マスクでシャットアウトしてるっていうのは良かったんじゃないかなと思ってます。あと月に2回オンラインでボイストレーニング受けております。その先生が去年の6月から習ってるんですけど、その方がもう人柄も教え方も最高で、はいはい、ここで個人名出して宣伝してもいいんですけれども、もうそれぐらい素晴らしい方で、彼女との出会いも良かったのかなっていうふうに思いますね。アルバム作ることもすごく応援してくれて、やっぱそういうコーチみたいな人は大事ですよね。大事ですね。これからも彼女に歌を見ていただこうと思ってますね。はい。なんかこう佐々木さんの中で、はい、ジャズってどういうものですか？はい、ジャズはですね、私は昔から洋楽とても好きだったんですけれども、ジャズは、はい、本当一枚こう譜面を持っていけば、そこにいる居合わせたミュージシャンと初対面でもできるんですよ。だから皆さんにこれからコロナがね収束して出歩けるようになって、もっともっと出歩ける気持ちになったら、ぜひそのセッションとか行かれてほしいなって、おすすめしたいなと思ってます。はい、楽器ができなくても歌っていうものは大体誰でもできますし、別に先生について習わなきゃ歌えないってものでもないですから、そういう楽譜譜面っていうのは本屋さんにありますし、アマゾンで買ってもいいですし、アマゾンって言っちゃいいのかな、はい、そういうので入手して、で今音楽サブスクリプションサービスあるじゃないですか。そういうので、はい、この曲はどういう曲なのかなっていうのを聞いて、で大体のな音を覚えたら、それでちょっとこう頑張って行ってみて、マイク持って歌うとかやるとすごく楽しいなと、私もそれで人生変わりましたので、そうですね、楽しそう。そしてジャズじゃなくてもそういうセッションって、例えばノンジャンルとか、ノンジャンルっていうのは例えばソウル系の音楽とかね、フュージョンソウル、ポップス、そして昭和歌謡まであるんですよね。
昭和歌謡のセッションとかもあるので、またそれはカラオケとは違った楽しみがいると思います。なるほど。はい。なんかその場にいる人と本当つながる感じですね。そうなんです。音楽という共通言語がね、あって。音楽って本当それがすごいと思うんですよね。その言葉が何でもいいっていうか、そうですね。本当に仲良くなれちゃって本当すごい。パワーがありますよね。すごい、はい、佐々木さんからもパワーを感じます。そうですね。ありがとうございます。私自身やっぱりね、がんって再発が怖いんで、もし歌をやってなかったら、いまだにがんブログとか見て再発の恐怖に怯えしてないって思うと、やっぱり歌をやってる間はそれを忘れるので、音楽の力ってすごいなって思いました。そうですね。特にジャズはやっぱりあれですね、なんか高級なお店とかは大体、ジャズがかかってるんですよね、大体。あ、そうですね。はい。まあ、カジュアルな 場でも結構、蕎麦屋さんだとかでもかかってたりしますけれども、ジャズをもっともっと聴いていただきたいなと思います。そうですね。はい。本当、日本のジャズ界の底上げをですね、佐々木さん。そうですよね。最近、大人が聴く音楽っていうのはメジャーシーンで流れないので、かといってね、まあ、演歌とか歌謡曲もいいんですけれども、もともと洋楽が好きだった人が聞く、音楽を聴く場所っていうのがあまりないですが、ジャズって本当に、まあ、もってこいなんじゃないかなと思いますね。はい。それで、あと私、言い忘れたんですけれども、その最初にね、学生時代に、他の大学のジャズ研に行って歌わせてもらえなかったっていう話がさっき紹介で出ましたけれども、その時はたまたま縁がなかったんだろうなと思うんですけれども、その何十年も経て全く音楽活動をしていなかった後でこういうふうに流れが来たっていうのは、やっぱり人生って適切な時に適切な人に会うんだなって、それをすごく感じましたね。感じられるっていうのが素晴らしいですよね。今だいたい月に1回ぐらい六本木でも歌わせていただいてるんですけど、それもやっぱり人のつながりというか、それで得たチャンスですので、学生の時に学生バンドで歌うチャンスなくても、何十年経って六本木でプロの演奏で歌うことができるんだなっていうのも、すごい運だったなって思いますね。ねえ、素敵な流れですね。はい。そうですね。ここで一つお便りを読ませていただきたいかなと思います。はい、ぜひ佐々木さんも一緒にですね、聞いて答えていただければと思います。はい。ではちょっとご紹介しますね。都内在住の、アナと雪の恋人さんからです。工藤敦子さんへの質問です。はい。私は30代の女性ですが、付き合って3年の彼がいますが、なかなか結婚に踏み切れません。もやもやしています。今後どうすればいいのでしょうか、ということです。なかなかもやっとしたお便りですね。はい、もやもやしてますね。はい。そうですね、そのご自身がね、結婚したいのかどうかがもやってるのか、相手がもやってるのかっていうのはあるかと思うんですけれども、私職業柄ね、いろいろ離婚は見てきてるんですけれども、すごい思うことがあって、大体離婚に行ってしまうご夫婦って違和感があったからとか、なんか離れていくんですけれども、その違和感って、その結婚当初からありましたかって聞くと、ありましたって答えられちゃうんです。なので最初に感じる違和感を見過ごさないっていうのが大事かなって私は思ってます。なんかその結婚するとかいう頃って、こうなんか恋愛でね、盛り上がってたりするので、結構それでなんかこう魔法がかかっちゃってて、でも好きだからなんとかなるんじゃないかとか、いやいや一緒に暮らしたらなんとかなるでしょって思うんですけど、最初の違和感ってね、なくならないですよって思うので、そこだけご注意をと思います。そのモヤモヤが別にそういうことじゃないんだったら全然いいんですけれども、はい、自分の気持ちに正直にって思います。はい。マリッジブルーでしたっけ、言葉もあるですね。それ今ここに関係あるかどうか分かんないですけど、でもちょっとね、人生の疲労でね、はい、もやっちゃうのあるんでしょう。はい。
なんか佐々木さん、コメント、なんかありますか、アドバイス。はい、じゃあ、その彼を保険として、他に人探したらどうでしょう。すごいリアルな話ですね、それは。リアルですね。まあまあ、でもそれもね、比較してみるのもいいですね。そう思いますよ。ね、そうすると、何か彼の良さが際立つかもしれないですね。はい、うん、そうです、そうです。はい、まあ、大体付き合って3年ぐらいで一番誰もがそこの壁にはぶち当たりますよね。最初の関係でいられることはないじゃないですか、大体。あ、まあそうですよね。あと、あの恋愛の賞味期間は3年って言われてるので。ああ、そうなんですね。はい、3ヶ月かと思ってました。ああ、盛り上がりはそうかも。一番いいのは3ヶ月じゃないですかね。楽しい時ですよね。3ヶ月はでもすごい早いですね。早い。じゃあ、あなたの恋人さん、お便りありがとうございます。はいはい、ありがとうございました。こんなんで回答なってましたでしょうか。何かまたコメントいただけると嬉しいです。ね、はい。はい。で、もう最後に近づいてきたので、はい、毎週恒例の、工藤敦子の手相コーナーということで。はい、はい、じゃあ今週も手相コーナーさせていただきます。じゃあですね、はい、皆さん手相を私に見せてください。はい、はい、ああ今日はですね、この手の出し方で性格を見るっていうところです。そうなんですね。そう、今ねお二人ともね、あのこう指がくっついてない状態でこう出してくれてたんですよね、はい、でこういう方ってオープンで開放的で好奇心旺盛な方なんです。おちょっとね、あの引っ込み思案だったりするとこうくっつけて出すんです、指を、うん、っていう方で、あとなんか、ですね、中指と薬指だけくっついて出す方が3番目としてあるそうなんです。でこれはですね、ちょっとお疲れの方ということでした。なんかこうやって出す人は不器用な人かと思ってました。なんかね、交神経がくっついてるらしいんですよ。だからこう意識的に開けないと開かないっていうことですね。だからそのまま出ちゃうからお疲れかなっていうのがあります。はい、今度、うんうん、何ですか。いや、はい、そうです。今日の手相コーナーは島田秀平さんからアイデアいただきました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に、はい、はい、そうですね、最後の前にですね、ゲストの、本日ゲストの佐々木道夫さんからお知らせがあるということなので、佐々木さんお知らせをお願いします。はい、あの私のファーストアルバムカムズラブ、全国オンラインショップ、例えばあのタワーレコード、ディスクユニオン、それから、アマゾン、そしてビルボードジャパンでも買えますので、佐々木道夫カムズラブで検索してください。そして、はい、あのレコード発売記念ライブ、あレコードじゃないですね、あの CD 発売記念ライブ、今実施中なんですけれども、近いところでは、7月2日お昼、あの札幌北24条リラクシン、それから7月24日、横浜館内 AB スマイルお昼、これもお昼に予定をしております。ぜひいらしてください。ありがとうございました。はい、ございます。ありがとうございます。佐々木さん、さすがに発音が美しいですね。いやそんなことないです。お知らせもきっちりでしたね、なんか。ありがとうございます。ね、リスナーの皆さんもぜひぜひ佐々木道夫さんのカムズラブですね。佐々木道夫カムズラブで、はい、ぜひぜひ注目してみてください。よろしくお願いします。はい、あの日本のジャズ界を盛り上げましょう。盛り上げましょう。盛り上げよう。盛り上げよう。はい、ではちょっと終わりの時間が近づいてきましたね。はい、はい、では、これ毎週あの日曜日の夜8時から、日曜日の憂鬱やってますので、また来週も、ご視聴お願いします。よろしくお願いします。また来週。ありがとうございます。また来週8時にぜひぜひお会いしましょう。はい、しましょう。佐々木さん、ありがとうございました。本日は。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、それでは皆さん、うん、また来週、おやすみなさーい。おやすみなさーい。